ゲストの皆様にお知らせをいたします。この4レースでございますが、ピットアウト後事故が起きましたので、一旦前提ピットに帰投いたしまして、改めてのピットアウトとなります。重ねてゲストの皆様にお知らせをいたします。この第4レース、現在ピットアウト後事故が起きましたので、一旦前提ピットに帰投いたしまして、改めてのピットアウトとなります。あらかじめご了承ください。今しばらくお待ちください。ゲストの皆様、大変長らくお待たせをいたしました。競走水面予選競争第4レースを行います。なお2号艇の池田光輝選手は待機行動中、転覆のため、そして3号艇の白石郎選手は待機行動中、ボート破損のため、池田、吉田、2番、3番の両選手は変換欠場となっております。2番池田、3番吉田、両選手は変換欠場です。4艇立ての競争、進入体系はインコースから1番、4番、5番、6番の体系、第4レーススタートいたしました。大外から4コースから6号艇、わずかにナスが好スタートを切りまして、1マークの攻防でありますが、さあ4号艇が先まくり体制、6号艇がまくり出す、さらに1号艇が陰線残す形になって、ここはまくり出しのハンドル、6号艇のナス、2番手追走、4号艇の増田、 A1 級のトップ2番手、3番手には5号艇の山崎、最後方1号艇の乳母でございます。重ねてゲストの皆様にお知らせいたします。この第4レースは2号艇の池田、3号艇吉田、両選手は待機行動中、転覆、そしてボート破損のため、それぞれ変換欠場となっております。